ウェイヨー、どうもかけまるです。皆さん一度は相手の行動を疑ったことはありますか？ありますよね。私もあります。相手が隠してることがあるんじゃないかとか、まあね、不安になったりすることもね多々あると思うんですけど、今日はねそんな不安をね今回は解決していきたいと思います。まあ別に僕が今回やりたいわけじゃないんですけど、まあ視聴者の方が、まあ、なあちゃんちょっと嘘ついてんじゃないかとか、なあちゃん秘密事あるんじゃないのみたいな、それを暴いてほしいって視聴者の方が僕に DM を送ってきたので、別に僕は疑ってはないんですけど、まあね本日は仕方なく僕がかけまる探偵ということで、まあ、なあちゃんをね取り調べしていきたいと思います。ということで本日の客は、彼女にカモをかけて隠し事を暴いてみた。方法は至ってシンプル。もうねカマをかけてどんどんねなあちゃんの秘密を引き出していきたいと思います。まあ、この動画最後までぜひご覧ください。それではやっていきましょう。かけまる、おつー、頑張った、パパパピパパ。なんてそういえばさ、うん、俺に隠してることあるっしょ。何？なあちゃん。何？俺に隠してることあるでしょ。ないよ。あるよ、俺知ってるよ。ないってば。あるよ。なんで一回座って、はい、一回目見て、はい、話しよう。一回目こっち見て、こっち見て。別にかっくんのアイスなんか食べてないよ。食べたんじゃん。ねえ。手向けてるよ、なあちゃん。こっちか。何だって話してんの。ね、食べたのね。だって昨日なくなってたもん。うん。俺に一言言ってから食べなよ、いつも。言ったよ、小声で。小声じゃ分からん。ギリヤンクしてた。トン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 、食べやぜって言ってよ。だって怒るじゃん、話してて。でも可愛い感じで言ってきたら大丈夫。言ってみる。じゃあ俺編集してるね。外れる。でもそれだけじゃないって俺は知ってるよ。なあちゃん、おお、動揺してる動揺してる。してない、全部動揺っていうのはあんたいつも動揺してるねえ、隠してることあるでしょ。まだなあちゃん、美味しかった。うん、チャーハンとかなんか入ってた、入れたらなんか3秒ぐらいで作れた。5分だ。チン。めっちゃ褒めてくれたさ。え、ガチ？本当に言ってる？あれ冷凍？時代やな。もうここまで来ちゃった。普通に手作りだと思ったもん。言ってよ、冷凍食品なら。美味しかったから。じゃあ今日ちゃんと手作りで作ってくれる。ねえねえ、まだ終わってない話。なに？違うよ。俺が聞きたいのはそれじゃん。これでもないの？もうないよ。てか、これでもないってことが結構あるでしょ？ないよ。これで最後。もういい？ちょ、これマコから聞いたの？え、マコから聞いたってピンとこない。マコから聞いたんだけど。びっくりした。マコもマコだけど、え、あれ聞いたの？聞いたの？マジ？マコ言った？やばい。え、でもマコからはそんなちゃんと聞いてないから、なんか具体的に教えて。どういうこと？何をしたの？お金がなかった。何をしたの？それ万引き。あ、マジ？でもその、違う、お店出る前に捕まって返したじゃん。え、来たぞ。来てない。何してんの？お金ないから。いや、僕もあるっしょ。何してんの？何してんの？え、本気で？マコ、マコにやるって言う。やった人も悪い。酔っ払ってた。ちょっとだけ飲んだ。日本酒を。なあ、もう用意してるわ。
ってる？言った方がいいんじゃないの？親に言ったよ。なんて言われた？めっちゃ怒られた？褒められた。バカじゃないの？はい、このオープニングは後撮りとなっております。今回も私たちのツンデレマネージャー深谷さんの方から事前にこの企画を撮るって連絡をいただいたので、今回はあえてカックンの鎌に乗っかって嘘の情報をカックンに伝えて動揺させていきたいと思います。それではやっていきます。日本水分かかっていい？やだ。っていうか、まずいいんだけどさ、どのうちにどう思われてんのかな。そこが心配。大丈夫。だって自分が隠してることないって言ってきた。動揺しすぎでしょ。くっさ。くっさ。こっち。こっち。あ、こっちじゃなくて。くっさ。かけまる。なんか俺が聞きたいのはそういうんじゃなくて、男関係のことあるでしょ。ないよ。俺知ってる。俺聞いたもん。なんて？そのあちゃんの口から聞きたい。じゃあ今ならしかも白状したら、あの叙々苑行ってあげる。そうね。もうあんのいっぱい。何やそんなおもろい話あんの。 YouTube 始める前に何か連続やってた、やってた、やってた、やってた。え、嘘。絶対嘘でしょ。何、え、すっきりした。俺はしてない。やっと言えた。あの、ちょっと残ったうんちが出たみたいな気分。例えうめえな。ちょっとマジでやばい。マジでやばい。もうやめてよ。引退した。ちょ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 、俺が付き合ってる時にやってる時点でやばい。でもさ、仕事だから。え、じゃあ俺さ、言っちゃえば AV 女優と付き合ったみたいな感じでしょ。そっちのやばい、うん、興奮するってこと。違う違う、嫌だ、嫌じゃん、嫌じゃん。AV 女優と付き合った今、宿も入ってて途中に。宿も嫌じゃん、嫌じゃん。マジかよ。おい、もともと俺、いろんなおじさんの人とやってる時にやってたってことでしょ。うん。マジか。かけまる。なちゃん、んどんの、はぁ、ちょっと俺も切り替えないと。何どんの。夜タイトルコールする。俺が持ち込みで。はい、え、せーの、ウェーヨー、どうもかけまるです。やっぱこういう付き合いとかさ、男女関係まあいろいろあるじゃん。その中でさ、相手の行動ちょっとなんか不安だったりとかあるでしょ。ということでね、本日はそんな不安を暴いていきたいと思います。ということで本日の曲はデデン、彼女に勘をかけて隠し事暴いてみたら、いっぱい出てきました。撮ってたってこと。待ってた。何匹とか、やばい、ピーばっかやん。またボツやん、この動画。最近ボツ多くね。でもピー入れればギリ使えるか。ピーピッピッピーピッ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 。
ピーンってなるよ、まあ、そしたら視聴者さんが想像力で楽しんでもらえるみたいな動画になるから、まあ出せるっちゃ出せるね。まあ出せなくはない。でも企画の内容的にはめっちゃ良かったね。カマかけたら検証動画みたいな感じでしょ。そう、やっぱ深谷さんって考えることすごいよね。何、やっぱね、あの人すごいんだよね。また深谷さん言われた。検証ってやっぱさ内容が大事じゃん。あの人結構カップル伸ばしてるじゃん。やっぱさすがですね深谷さん。乾杯ですよ深谷さんには。出ちゃうもんボロって。ということで逆ドッキリ大成功だよね。だって奈々ちゃんがあんなことしないもんね。しません絶対に。全部嘘、それともガチなやつある。万引きはガチ。おー一番ダメそれ。嘘だよ。え、冷凍食品も嘘。嘘よかった。でもアイスはガチやん。ガチ。アイスだけガチやん。アイスだってガチ。おい、何も言えてねえぞ今。母音だけあってた今。母音母音。え、なんでギュンとなってんの。ギュンはなって。ということでこの動画いいな、かっくんバカだなって思った方はグッドボタン、コメント、チャンネル登録、インスタとツイッターのフォローと TikTok に無断転載の方、せーのよろしくお願いします。よかったマジで。え、待って今何時。今6時半。マジやばい、出勤の時間。ごめん一番夜一人で食べて。5時半入った。おお、やってるんや。